こんにちは、花坂じいさんです。今日はですね、オキザリスの植え付けをしたいと思います。本日の動画は3部構成でお話したいと思います。1部花の紹介と説明、2部植え付けの仕方、3部植え付け後の管理の方ですね。それでは早速1部の花の紹介と説明をしたいと思います。このオキザリス、ギリシャ語で酸っぱい、酸っぱいというありますよね、あの酸っぱいのオクシスにちなんでいます。歯にシュウ酸を含み酸味があるためにそう言われたというふうに言われております。ということでね、このオキザリス、これ見てください、綺麗でしょこれ。今ね、さっきまでね、こう日が照ったんで、あの花が開いてましたよね。ピンクの可愛い花です。これ夕方になるとね、これこうつぼむんですよね。はい、だからまあそういう感じでね、本当に可愛い花です。原産地はですね、南アフリカ南米でカタバミ科のカタバミ属、オキザリス属なんですね。一年草です。別名ですね、花カタバミ、和名がですね、花カタバミと呼ばれています。また別名をですね、またオクサリスとも呼ばれています。開花期間は10月から4月で、花も葉も晴れた日は開きますが、曇りの日やですね、夜はね、こういったふうに閉じてしまいます。非常に可愛い花ですよね。花色はイエローとホワイトとピンクとパープルとオレンジと黄色の6色なんですね。特徴を申し上げますとですね、特徴はまず1つ目が初心者でも非常に育てやすいという特徴があります。2つ目にグランドカバーにもできるんですね。で、3つ目にですね、開花期が長いですね。で、丈夫でね、植えっぱなしでも 2,3 年はよく花が咲きますという花です。これ見てくださいね。これオキザリスのラブハピネスってね、可愛い花なんですよね。ぜひね、皆さんも植えてほしいと思いますね。ここをちょっと置いておきますね。ということでね、1部の動画を終わりたいと思います。2部の動画は植え付けの方法ですね。今日はこの、鉢を用意しました。はい、白い鉢ですね。非常に軽くてですね、扱いやすいおしゃれな鉢ですよね。ということです。今日これにね、植え付けをしていきたいと思います。このね、鉢いっぱいにね、このオキザリスラブハピネスをね、咲かせたいというふうに思っています。まずね、植え付けですから、ボラ土を入れますね。ボラ土を入れます。はい、これにですね、土を入れていきますね。土をね、これ土はね、新しい土を使います。もう普通のね、市販の土なんですけどね、まあ病気がね、あの古い土を使うと病気になったりとかですね、虫がえも潜んでたりしてですね、せっかくいい花でもですね、虫に食われたりとか、それから病気になったりとかするんですよね。ですからね、新しい土でぜひ植えてほしいと思います。はい、こんな感じでね、土を入れたら、これにこういったの元肥ですね、元肥、バグアンプってあるんですけど、これ一つかみね、入れます。こんな感じでパラパラパラって入れて、パラパラパラって入れて、で、これをね、まだ混ぜます。で、あとでじわーっと効いてくるタイプですよね。じわーっと効いてきます。こんな感じでね、軽く混ぜます。あとね、このオキザリスをラブハピネスでね、こいの花が咲くんですよね。ちょっとすぼんでますから見せられないのが残念ですけど、はい、でこれ根鉢から取ってね、はい、この表面をね、ちょっとこう削ってあげます。この表面ですね、わかりますかね、この表面をね、削り取るって感じですね。はい、で茶色い葉っぱがあったらね、取ります。茶色くなってるんですよね、やっぱり下の方ね。で、ここに置いてですね、ちょうどね、なんていうのかな、この一番上の上面がですね、
8から3センチぐらい下にね、くるように植え付けます。あとで土をね、入れていくだけです。はい、土をね、こんな感じちょっと跳ねながらね、花を跳ねながらこうやって植え付けをしていきます。花が埋まる場合がありますからね。はい、ちょっと埋まっちゃいましたね。あとね、土をずっと入れていけばいいですね。こんな感じでね、ちょっと多めかなぐらいの感じでね、入れていきます。はい、こんな感じで入れましたね。花がね、埋まらないようにこうちょっと上げますね。花もね、これはい、そしてね、こういった棒状のものでね、まつつきます。こんな感じでね、これね、こんな感じでついていくんですね。ずっとガーッとついていきます。まずね、土の内側をついていきます。こんな感じで。そしてね、今度は鉢と花の間をね、またついていきます。花が埋まっちゃいますからね、気をつけながら。はい、そしてこの花をね、ビシッと決めます。まずね、こんな感じでビシッと真ん中にね、グッとグッとグッとこうね、真ん中に来るように。そしてちょっと盛ります。土をね、真ん中に盛りますね。盛り上げて、はい、この時花をね、せっかくの花をあれしないように。はい、そしてウォータースペース、はい、ウォータースペースをね、こうこんな感じですとね、内側をね、ちょっと指でこうやると、こんな感じで一応植え付け終わりましたみたいな感じですね。こんな感じですね。はい、こう植え付けが終わったらですね、まずやることがあります。こういったもので、ね、消毒をやりますね、こういったもので消毒をね、まず根元からシュッシュッシュッとやりますね。根元からシュッ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 とやりますね。全体的にやります。はい、そしてね、まあこれで一応植え付けの完了ということになります。よろしいでしょうか。はい、これラブハッピーです。植え付け完了です。で、3部がですね、この後管理の方ですね、これをね、よく聞いておいてほしいな。今日はね、このたくさん咲かせる方法が4つあるんですよ。4つ、これ皆さんにね、お伝えしたい。1つ目、生育期、特に開花中はですね、必ず日向に置いてください。だから花、昼間はね、花が咲いている状態になるということですね。2つ目、月に1回液体肥料をやる。こういったやつですよ。ハイポネクスターですね。こういったものを1000倍を全てあげればいいんですね、ということです。そして3つ目、用土が乾いたらですね、こう土が乾いたらですね、たっぷりと水をやります。で、枯れ始めたら水取り、水やりをやめてですね、鉢ごと乾燥させます。で、休眠中はですね、日陰で OK なんで、日陰の方に置いとけばですね、まだ生きてます。休眠しますからですね、ということです。4つ目、秋植えの種類はですね、霜に当てないように注意します。これ霜に当たったら一発でいかれるんですよね。ですから霜注意報とかね、出た時は中に入れるし、はい、まあ玄関地の方はですね、大体最初から中に入れとかれた方がいいかなというふうに思います。というこの4つをね、守っていただければ、この立派にね、咲いてくれますからね、非常に楽しみな花です。ぜひ皆さんもですね、このオキザリス、ラブアピネスを植えてね、鉢いっぱいのね、もうほんとピンクのね、可愛い花が咲くんですよ。今ね、こうつぼんでますけどね、ぜひね、一緒にね、植えて鉢いっぱいの花を咲かせたいと思います。最後になりましたけどね、いつもコメントくれてありがとうございます。チャンネル登録してね、花咲かじいさんを応援しましょう。
方法は今画面中に私の由来が出てますので、ピッとクリックするだけです。来ないんでしょうね、おそらく。ピッとクリックすれば登録できますので、ぜひ登録をしてください。今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。